こんばんは。今回はグラマスが終わったんでちょっと見ていこうかなと思うんですけど、結果としてはこんな感じになります。チロルチョコさんが優勝されました。おめでとうございます。ということで、まあその全体的にね、同じチームがいっぱいいるんで、まあチーム内フレームみたいな感じになってはいるんですが、まあその試合内容とか見てみると、やっぱそのじゃんけんってのが今ははっきりしてるのかな。その上手い人同士でもどうしてもじゃんけんってものはやっぱ覆ってなかったので、そうですね、まあグーにはパーを出す、パーにはチョキを出す、チョキにはグーを出すっていう感じの、まあじゃんけんが今のところ結構昔よりも強くなってたりはしそうな感じがしますね。当然その上手い人同士なんで PS もあるはあるんですけども、やっぱ上位層でもじゃんけんってのは変わらないんだなってのが今回のグラマスの感想です。はい、まずはグラスコートから見ていくんですけども、グラスはこの試合見ていきます。やっぱね、全体的にジンが暴れてる感じだったので、まあそのジンを倒してるような試合をピックアップしてみました。なのでそこら辺をね、見ていこうと思うんですけども、初手に関しては、まあそれがまだ見れないので、どうですかね、何喋っていきますか。立ち回りとか見ていきますか。やっぱジンはね、初手でこのシールドチェインでしたっけ。まあこれをまあできる限り割っていく形となりますね。まあ SS 使ったりとか、まあ、そこら辺でいい感じに消費して、まあ、これで、ま、攻めていく感じになります。やっぱ初手はジンとかエルノアとかに軍配が上がりますかね。さすがにここら辺に勝つのは大変そうという感じで。相手もジンが出てくるか、悩んでます、悩んでます。出てきました。という感じで、やっぱまあ、初手はジンとかになるかな、持ってれば。で、ついでに喋っていくと、どちらもアテナ持ってると思うんですけど、アテナはあれですね、ミラーで、フィールド出てる時も、まあ、前から SS 打ったりとかできるんで、そこら辺が良かったりします。あとは、アイシャがミラーだけとか持ってたりするんで、まあ、そこら辺メタにもなったりするんですね、という感じで、次にここでね、はい、出てきました。陣対策。陣対策っていいか分かんない。一応倒してはいるので、対策なのかもしれないんですが、一応この試合で何がいいかっていうと、やっぱ夏ストームですかね。夏ストームって相手がジャスト出すことによって、まあ SS とか特殊ショットの球速を下げるっていった効果があるんですけども、それによって、どうなんだろう、下がってるんですかね。元々が早いから正直、ちょっと下がってもあんま分かんないんですけど、多分下がってるんだとは思いますが、どうだろうな。分かんない。ちょっと夏ストームって正直そんなに効果大きいわけじゃないじゃないですか。なので、まあ、ちょっと取りやすくなったかなぐらいなので、まあそんな見るとこはないかもしれないんですけども、まあいい感じに作用してる可能性はあります。あとは基本的にはまあ自己待ちですかね。障害物で事故ったりとか A 番で倒したりとか、あとはこの人の場合はわざと飛びついて手前に落としたりとか、まあそこら辺で決めてる感じになりますね。さっきからうまいですね。なんか手前にめちゃくちゃ落っことしてますけども、まあレシーブとかでこれやるとまあさらに強かったりとかはするんですが、そうですね、またやるんですかね、ここら辺で。どうだどうだ、飛びつくか、飛びついた。で手前に落としたりとか、あ、奥か、奥に打ったりとかして、やっぱ障害物邪魔そうですね。これでまあ事故ったりすることも普通にありそう。リルデッドは今緑が復刻してるはずなんで、多分次あたりに復刻すると思うんですよ。なのでまあもしこれで気になったなーって人はそこで引いてみるのもありなのかもしれないですね。まあラケラッカ向こうとかつけると、もしかしたらいい感じに試合ができるのかもしれません。ここもちゃんと取って、はい、ここで、はい、いい感じに試合が流れていきましたと。はい、じゃあ次はハードコート見ていこうかなと思うんですけど、ハードコートはこの試合を見ていきます。ハードはやっぱね、ガルガゲーですね。ガルガがどうしても強くて、まあ、ガルガを環境の中心に置いて、まあ、それを対策できるキャラとか、さらにその対策とかが、まあ、環境に上がってきてるような感じで、まあ、クロコとかが結構わかりやすい例ですかね。そのガルガを対策できる、ピークを対策できるクロコみたいな感じで、まあ、回り回って帰ってきたんだと思うんですけども、まあ、クロコはクロコでガルガの入れ板を活かしたりすることもできるんで、まあ、相性はいいということで、まあ、採用されたんでしょうけども、なかなか面白いですね。クロコって一時期も環境から消えたのに、また帰ってくるといった感じで、まあこういったことがあるのが白猫テニスといった感じで、昔のキャラが帰ってくるのはなかなか面白いですよね、といった感じで、ここでガルガを出していきますと、まあ、ガルガ出しますが、結構フリー対面なのでなかなか厳しいところはありそうな気がしますが、そう、一回カウンターしてしまうとこんな感じで入れ番向こうがついちゃうので、こうなるとちょっとこっちからの決め手がほぼないと言いますか、まあ SS を前から打って決めるぐらいですかね。ちょっと攻めるに攻めきれないといった感じでしょうか。一応赤ゲージにしてみたんですが、まだここはスタミナ消費してしまうので、まあ、途中で青ゲージに戻しまして、で、青ゲージに戻しちゃうと、まあ、おばちゃまでが遅いんで、そこを隙できるじゃないですか。
で、そこを隙を狙って、まあ、ボレーしていくって感じで、やっぱ、ずっと赤ゲージをキープできないとなかなかきつい感じがする。ただ赤ゲージをキープしたところで、まあ、エリアがピークかなり広いので、そうですね。やっぱ攻めるに攻めきれないといった感じかなと思います。その、隙を狙って相手も SS とかで決めに来たりするので、そこら辺ちょっとあれかな。まあ、SS とかも捉えますからね。なので、ちょっとなかなかきついところがあるのかな。まだ2点とか戻ってないんで、マーカーゲージキープもできないんで、やっぱそこでボレーとかがちょっと怖いかな。SS とかも怖いですし、はい。SS があと2打球ぐらいかな、あと相手は。はい、ここで、次あたり多分溜まってくると思うんですけども、ここちょっとね、SS がやっぱ早いんで、ずっと、まあ、こっちの青じゃないと確か戦利がないんですよね。あ、あるんかな？どうなんだろう？さっき見えてたんですけど、ここだと見えるんですけど、赤ゲージでも見れるんでしたっけ？ちょっと赤ゲージで。あ、見えないのか。青の時だけなんで、そこの点でちょっと不安要素はあるかもしれない。SS とか打ってもやっぱエリア広いんで、捉えちゃってカウンターで逆にね、点捉えちゃうとかあるんで、さすがにきついということで、ここで黒子を出していきましたが、まあ、黒子も黒子でこの対面はどうなんだろうな。まあ、さすがに勝てるか。アウトをして、まあ、点を取りまして、で、ここで、まあ、黒子出したいんですが、まあ、相手も後ろガルが控えてるんで出せないということで、ここでちょっと無理やりガルガを出していく感じになるんですが、ちょっとじゃんけん的にきついっすかね。相手にピークいると。ちょっと、レシーブじゃない。サーブ時はちょっとなかなか、苦戦を強いられそう。ただここで SS 溜まりましたので、ここで SS を打ち込んでいく。まあ、どうにか点を取りましたが、ただこれぐらいかな、ちょっと、他点取る手段がほぼないので、なかなかきつい試合を強いられる。ここで SS とか決まっちゃいまして。いや、きつそうだな、ここ。黒子出しますか。まあ、黒子を嫌って、まあ、相手もね、キャラを変えていく感じになるとは思うんですが、ミウエ出てきました。で、それに合わせてこちらもガルガを出していきますが、そうですね。まあ、入れ番ギミックがなければ、まあ、瞬間移動ちゃんとできれば、耐えて SS といった感じでしょうか。まあ、スタミナがちょっと不安なので、一回戻しまして、はい、こっち打ちまして、ただ、相手もちゃんと取っていきまして、SS がどんどん溜まっていく。SS が、あと1打球ぐらいかな。ここで次か。ここで溜まりまして、こっからちょっとバグ打ちが怖いぞ。中衛あたりにちょっと待機とかしますが、ここで SS を打ちまして、それのカウンターで打ってバグ打ちで決めるといった感じで、なんかいい感じにじゃんけんが作用しましたね。はい、じゃあ最後はクレイコートなんですけども、クレイコートはこの試合を見ていこうかなと思います。クレイはね、全体的に後継レノアが流行ってるんですかね。後継レノアまみれでした、今回なんか。まあその天敵だったその MVP ティナとか、そこら辺が軒並み消えて、逆にその得意なキャラ、マールとか、そこら辺が出てきたので、まあ復活っていう感じなんですかね。まあもともと強かったんで、まあ天敵がいないというのはかなりデカそう。まあ、そうですね。まあ、加法とか一応されたりはしたんですけども、ロブラケが新しく出てきたので、そこの関係上で、まあ、今は今でまた別の、まあ、違った強みがあるって感じですかね。なので、そうなんですかね。まあ、上位だけで使われてるのか、全体的で使われてるのかはちょっとあれなんですけども、全体的にこれから増えるのであれば、まあ、個人的におすすめなのはやっぱストームですかね。特にその、スターストーム。自分前回タワーからインデックスと合わせてマール使ったりしてるんですけども、インデックスマールが結構良かったりしますね。そのマール自体は SS そんなに打つ必要もないので、まあ、相手にその、定番とかでそのバックを敷いて、で、判定弱体に関してもミラーで相手格ジャス出させないとか、そこら辺のいい作用があったりするので、そこら辺で結構おすすめだったりとかはします。まあ、その増えると困るんで動画とかにはしてないんですけども、ここでしれっと紹介しておきます。結構インデックスマールね、勝率良かったですよ。ランカー対面でも結構いい感じに強かったので、まあ、もし持ってる方は入れてみてもいいかなとは思います。なんかね、そのスタミナ剣能のマールが多いんですけど、テクニック剣能のマールも結構良かったですね。なんか、みんなこぞって色メロに、イサミラケ持たせて、初手やったりしてるんですけど、それカモにできたりもしますし、付与効果向こうは結構ね、いい感じだったんで、まあ、初手マールにして、で、後ろにインデックス控えるとか結構おすすめですんで、そこら辺とかおすすめしてながら、ここで色メロじゃない。めっちゃ釣られてる。エレノアを見ていこうかなと思うんですけど、エレノアはね、やっぱ、そうですね。やっぱその、好順があるので、ギミック体制もあるし、ロブラケで決めることもできるんで、やっぱ強いっすね、なんだかんだ。
はい、ということで、まあ、いろいろ試合見てきましたが、まあ、他にもね、いい試合はあったりするんで、ぜひとも見てみてください。ということで、ありがとうございました。お疲れ様です。